ボーカルだったらここで歌いたかったんですけどね。ボーラーレン、はい、皆さん一緒に来年はじゃあそうしましょうか。あ、でもね、森さん歌詞覚えてくださるっていう話なんでね。はい、頑張りたいと思います。来年皆さん明けましておめでとうございます。私も皆様にとっていい年になりますように。はい、ではあと少し夏子さんの歌もなんかシリキレトンボみたいになっちゃったので、もう1曲ぐらいせっかくだからね、お願いしてもいいですか。もう時間を気にせず、明日の朝まで大丈夫だからね。でも新井さんにあんまり一時閉店でしたもんね。そうそうそう、いや、それ建前建前建前、そうなんですか。それは知らなかった。今年はどんな1年にしたいですか、しのぶさんは。あ、僕ですか。はい、いや、ますます、はい、ますます精力的に活動、まあ、楽器を楽しく弾いていたいですね。楽器を楽しく弾いていたい、はい、はい、そんなしのぶさんです。森さんは何か今年の抱負とか。健やかに健やかに病気しないように、病気しないようにますます磨きのかかった、ますます磨きのかかったドラムとドラムとボーカル、ボーカルをそうですね、もう本当にこんなにキャリアもあり大御所の森進一さんですけれども、マンダ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 、もう本当に素晴らしい先輩が近くにいて私は幸せだと思います。私も健康でまず長生きして元気で頑張りたいと思います。なんか皆さん、あの右手のここになんかキラキラとした、結婚
したいですけどね、してくれる人がいなくって。どうなんですか、なかなか現実は厳しいですけど、でも私は負けません。ねえ、もう強く負けません。まちょいお丸親父とシチリア島も興味ありますし、来年も、来年じゃない、今年も精力的に行きたいと思います。よろしくお願いします。では夏子さん、お願いしてもいいですか、もう一曲だけ。